こんにちは、ナチュベジウィル敦子です。今日は第一北条に来てます。今日の予定は食べ直さんの葉物最後の出荷日になってますので、モロヘイヤ、それから赤しそ、青しそのご注文の収穫を行ってきます。それから、全体の収穫日になってますので、あとね、花菜もうキュウリ終わっちゃってるんですけど、その向こうのナスなんかをね、取りに行ってみようと思います。はい、それではね、早速作業に入っていきます。今ね、秋冬野菜の準備が主になってますので、実はね、第一補助来るの久しぶりです。もう草がすごいですね。はい、よいしょ。それじゃあね、やってきます。夏の野菜最盛期は、毎日取らないとね、きゅうりとかオクラとか大きくなりすぎちゃうんで毎日取ってたんですけど、もうね、今きゅうりも終わってしまって、でオクラの方もだいぶ落ち着いてますので、もうね、そんなに毎日収穫に入らなくてもいいかなっていうところです。で、今は主にナスとピーマンを収穫してます。で、これもこの前、火曜日が収穫日だったので、今日土曜日ですよね。だからそんなに、育ってないかもしれないです。やっぱりね、暑い日が続いているんですけれども、確実にこう日照時間が減ってきてますので、ゆっくり成長がね、ゆっくりになってますね。いや、それにしても草がすごいですね。はい、それではね、収穫入っていきます。どうかな、取れそうなのあるかな。今ね、ピーマンがね、すごく元気ですね。取れそうなのあるかな。この間結構取り尽くしちゃったんでね、ちょっとあるかな。で、見てみましょうね。今日もね、おしゃべりしながらちょっと収穫に入っていくんですけれども、昨日ですね、暑さで途中でカメラが止まっちゃってて話したことが、切れちゃってるところがありました。何を話してたのかなっていうと、秋冬野菜の葉種のことについてお話ししてました。去年もそうだったんですけれども、残暑が厳しいんですね。で、今日もなんですけど、36度くらいまで上がる予報になってます。なので、種袋をね、見ていただくと分かるんですけども、葉種適期はもう来てるんですけども、発芽温度ですね、そこちょっと見てみてください。大体がね、15度から30度ぐらいまでになってるかと思います。で、そういうわけで最近まだ35度とか36度まで気温が上がっちゃいますので、ちょっと発芽には気温が高すぎちゃうんですね。なので私ちょっとやめてます。よいしょ、これ電電ついてるね。電電虫ついてますね。ちょっとごめん、引っ越ししてもらいます。でね、よし。お気づきの方、菜園やってる方わかると思うんですけど、ピーマンですね、ナスもそうなんですけど、枝をね、落としたり私しないです。そのままです。で、収量が落ちるんじゃないかっていう心配があるんですけど、見ていただくと分かる通り、そんなに収量も落ちないですね。うまくいってます。こ
少し。よいしょ。ナスもそうですね。ナスも全然ね、あの枝を落としたりしないんですね、私。それでもこれだけ取れるので十分かなっていうふうに思ってます。今年はね、とてもここのエリアよくできてます。去年何してたのかなっていうと、ここは緑肥でムクナマメを撒いてました。ムクナマメってね、ちょっとこっちの方見てもらえるか。今年はね、こっちをムクナにしてるんですね。ここむ、草がすごいんですけど、ムクナマメを撒いてます。この子がそうですね。するとね、やっぱりマメ科なので土がいいのができるみたいで、ご覧の通り、ナスなんかもね、1メートル50ぐらいかな、これ長ナスなんですけど1メートル50ぐらいになってます。もう通路がね、通るの大変なぐらい茂ってます。ただ良くなかったのがオクラかな。ちょっとね、風通しが良くなくなっちゃったっていうのがあるかな。だからもうちょっとね、オクラ伸び伸びと育てた方が良かったかもしれないですね。こんな感じでね、お互いにこれだとちょっと空気の流れが良くないですね。こっちもそう。こっち、キュウリで終わっちゃってるんですけど、こっちもね、結構隣接してるんで、もうちょっとオクラ離して通路を開けて、育ててあげたらよかったかな。それでもやっぱりもうね、1メートル、3メートル近く、ぴょこっと飛び出てるの3メートルぐらいある、3メートルないかな、2メートル50ぐらいあるんで、まあまあそこそこなんですけど、まあ、こんな感じで、ムクナマメを緑肥で去年育てて、いいお野菜がね、ここ育ってます。いいですね。だいたい今おへそより上ぐらいの高さになってるかな。緑ナスでも葉っぱも大きいし旺盛ですよね。みんなね、これ枝よく、なんていうのかな、収穫するときに ここから切るみたいな、ね、枝のついてる下から切るみたいなのあるんですけど、私それやらないんで、放任で、完全放任ですね。下葉も落としてないでやってます。それでもね、いいピーマン取れてますんでね。ちょっとこれちっちゃいかな、明日かな、次かな。実はね、一回ね、通路があまりにも通れないんで茂っちゃって、枝をね、適当にこうちょん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 と切ってったんですけど、途端にね、いじけちゃって、なんかもうその後しばらく2週間ぐらいかな、実がね、あんまりつかなかったっていうことがありました。だからね、やっぱりね、葉っぱの数と、実のつきって関係すごくあるなっていうのをね、再確認ですね。よいしょ。まあ言ってみれば、この葉っぱがね、ソーラーパネルみたいなもので、ここでお日様の光を受けて、でもう実の方に送って、で栄養がね、実の方に溜まっていくっていう感じになりますんでね。やっぱりソーラーパネルの数が多いと、それだけお野菜よく育ちますね。緑ナスは結構ね、遅くまで取れます。9月の下旬くらいまで、まあ行けば10月まで取れます。ピーマンなんかもそうですね。シシトウの収穫始めました。ここもね、切り戻ししてないんです。でこんな感じですね。わさわさついてます。切り戻しね、しなくても大丈夫な感じなんですけどね。
なんで切り戻ししないのかなっていうと、そんな感じで収量に問題がないかなっていう、影響がないかなっていうところですね。まあ、こんな感じで切り戻し してみた年と、してない年と比べてみて、どっちかっていうとしなかった方が、収量落ちずに、最後まで収穫できたかなっていうところですね。やっぱり切り戻しをすると一瞬こう収量落ちますよね、ガクッとね。そのガクッと落ちてる間収穫ができないんで、その時間がちょっとロスかなっていうのがあります。であとは、手間をかけても同じなんだったら、まあやんなくていいかなっていう判断ですね。そんな感じです。今年でもね、そういうわけで、去年のね、無垢な豆の緑肥が効いてるみたいで、まあ例年よりもよくできてるっていう印象です。もしだったら、来年ね、栽培される方は、この木は切り戻しなしとかちょっと試してみたらいいかなって思います。やっぱり畑によってこう出来が違ったりもするんでね。でこっちもシンクロナスなんですけど、全然切り戻ししてないんですけど、もう1メートル超えてますよね。よく育ってると思いますよ。これでね、肥料も上げてないでこんだけできればいいかなっていうふうに思うんですけどね。でインスタの方にもね、ちょっとちょろっと書いたんですけど、結構今年っていうのかな、近年補助が増えまして1兆になりました。でまあ休ませてる部分もあるので1兆がフル回転してるっていうわけではないんですけれども、まあ前々からね、いつもお世話になってる農機屋さんからは、もうそろそろ7馬力の管理機だと、ちょっと やりきれないんじゃない、パワー不足だと思うよ、あんまりこう無理させると機械壊れちゃうからねって言われて、20馬力ぐらいのね、乗用のトラクターなんかをおすすめされてるんですけれども、このあとね、もしかしたら、まあ、完全ではないにしろ、飛行機をね、もうちょっと少しずつ増やしていくかもしれないので、今のところ増やしていく予定なので、大きいトラクター買ってもねっていうところです。なのでね、今のところ、購入はね予算立てしてないんですけど、なんでかなっていうと、大きい機械買ってもいいんですけど、買うとね、整備にお金かかったり、あと動かすためのガソリンも必要だったりするんで、機械があればね、時間と労力の節約にはなるんですけどね。ちょっとその辺のこうパワーバランスっていうのかな、なんていうのかな、お金をかけてたくさん作って売るか、お金をかけないでまあまあそこそこ収入があるかっていう、そのちょっとバランスですよね、その辺のね。うちはそういうわけでお金をかけずに、こう栽培をして、で経費がかかんない分、お野菜の値段でお客さんにね還元できればいいなっていうふうに思ってるので、今のところはそれでバランスよくいってる感じです。シンクロナス撮ってきます。昨日ね、自分の動画をちょっと見直してみたんですけど、こんな声なんでね、ちゃんと字幕つくかなと思ったんですけど、ついてますね。でもしね、ちょっとこんな声なんで聞き取れないなっていう方いたら、字幕自動生成をオンにしてもらって、
見ていただけるといいかと思います。今ね撮ってる分は明日農協に持ってく分の火災です。ナスだったら 300g で1袋なんだけど、それが10とかできるかな、できないかな。でそれが、大体半日ぐらいで売れちゃいます。で、まあ、収穫したらね一個一個こうもう一回ね確認して、あんまり傷がひどかったり、まあ虫食いはもちろんダメなんだけど、そういうのは畑に戻しちゃいます。たまにねなんかこういうあれたまにこういうとこからね虫が入っちゃってる時あるんで、ちょっとね下手のとことかこうねよく確認して、お尻の方もこう傷、お尻の方はね傷になっちゃってる時があるんで、ちょっとねそういうのを確認します。傷が多いのと、色がねちょっとイマイチなんでね、なので持って帰らないで、あの畑に戻しちゃいます。前はねあの出し始めの頃だから 3,4 年前かな、何年前になるかな、はやっぱり売れ残って持ち帰るっていうことのことがありましたね。でも今はあの持ち帰りっていうのはもうほぼほぼないですね。もうその日のうちに売れちゃう。でそれなんでかっていうと、やっぱりお客様が直売所ですけどついてくれたっていうのがあるかな、あのうちの野菜って覚えてくれて、うちの飯島さんのお野菜だからっていうんで、あの買ってくれるっていうあのファンがついたかなっていうふうに思ってます。すごい嬉しいですね。キンちゃんうねにやってきました。私はねもともと肥料をあげないで圃場から出た植物性残砂だけで10年ぐらいお野菜育て続けてきたので、まあ、育つっていうことは分かってます。実際ねこの超高うね栽培をしてみました。すごくねあの元気よくわっと育つっていう感じでもないですね。第5圃場の方を見ていただくとこんな感じです。育ちがね全然違うと思います。伸びも違うし茎の太さも違うし、もう空心菜はね茎の太さほんと一目瞭然でね、なんか劇的にすごくよく育つって感じはしないです。だからね今後ね高エネルギーを使って高く畝を上げて、マルチのね幅もね180だったかな、わざわざね高い資材を買って畝を上げていくのはどうかな。あまりねメリットを感じていません。でねこのね通路のね草もねとても刈りづらいんですね。ナイロンコードを使ってるんですけど、やっぱりこうナイロンコードがマルチに当たっちゃうんでね、どうしてもマルチ破けちゃう。でその破けたとこから草が生えちゃう、そんな感じですね。それからこういう風に買っておかないと、遊びに来た人とかこの段差に気がつかない、こうやって草に埋もれちゃうと段差にちょっと気づきにくくて、あ、危ないかなっていうのもあります。小さい子とかね、そんな感じです。正直なところちょっと来年はもういいかな、もういいかな、ここまであの畝を高くしなくてもいいかなっていうふうに思いました。参考になりましたら幸いです。